そんな状況じゃなきゃ作りたいって思う。そこは疑ってないけど。ついてこないだけじゃなくて、まあわざわざ言ってないこともあって当たり前だ。それで勝手に近づいたら瀬戸くんに噛みつかれても知りませんと。しないわよ、こっちからは。それで？あ、ごめん、言葉が悪かったわ。見返りはいらないの？疑問形じゃない。それきっと悪いことも引き寄せてトントンかマイナスよ。だって恋人同士ですることなんてしないんだもの。だけど調子に乗ったらダメよ。そのエッチのこととか恥ずかしいことじゃなければ考えるけど、ほらそのカモフラージュにも必要なんだし、何かしら二人でいるところも見せた方がいいとは思うのよ。勉強？別にいいけど。そんなこと言い出すほど真面目だったの？付き合いを埋めないとならないんだもの。まあ大丈夫よ、そういう事情なら二人でいるにしても健全だし。最後に聞くけど、本当にいい？デートでもすれば。バカね、脊髄反射はゲームに使ってるんだから、もっと適当な何かよ。まだ